私は時間を目いっぱい使おうという嫌がらせをするつもりありません。だけどですね、これね、憲政野党の第一党の自民党の代表質問ですよ。ふざけるなって話ですよ。知事自らやってくれって言ったらね、2回目3回目ぐらいから知事が答弁するべきだよ。ましてやね、那覇軍港の問題や自衛隊の問題や北部の基幹病院なんてさ、これ部長がやることか。我々ね、これ代表質問ですよ。県民のみんなが見てるんですよ。ふざけた対応しないでくださいよ。これね、知事がリーダーなんだからさ、知事がそういうスタンスがあるんだ、それはちゃんと言ってもらえればいいんですよ。部長なんかも苦しいと思いますよ。私が確認したいのはですね、この知事は民主党政権の時にも、要するに自分は党内に残って県外で拳を上げてずっとやってきたと言っておりますけれども、離党した理由はいろんな形で、要するに意見の食い違いがあったと言っておりますけど、あなた消費税の問題で離党してるんですよ。知事、2012年の消費税をめぐる政局でね、野田内閣による消費税増税法のね、閣議決定に抗議し、党の広報副委員長を辞表を提出して、4月23日の党役員会で受理された。しかし民主党は、7月3日の常任幹事会で離党届を受理せず、除籍処分とされてるんですよ。知事、素晴らしい私の答弁にね、この党内に残って、県外でずっと言い続けてやってるんだよと。離党した理由は何ですかと。いろいろ問題があった。消費税の問題で離党するんですか。こんなね、まやかしの答弁しないでくれよ。私は命削って腹くくってもやってるんだっていう表現しておいてね、答弁ね。中身は消費税でごた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 してるのを、すって離党して、民主党すら離党すら、離党届けすら受理されなかった。除籍されてるんですよ、知事は。でこんなね、39万票っていうね、最大得票数を取った知事がね、その場しのぎの答弁でね、する自体がおかしな話ですよ、知事。だからこういうね、掲げている軍港問題や、そして自衛隊の問題、そして県民の命を守る北部基幹病院なんても答弁ができない。知事、しっかりとやってくださいよ。この辺は明確に知事が答弁するべきだと思っております。どうぞ、再度聞きます。那覇軍港の浦添移設は、知事は賛成ですよね。尾中知事の政策で継承しているわけですから、知事公室長もそう言っておりました。引き続き、那覇軍港移設は、浦添で引き受けて、この協議会をスタートするということで、よろしいですよね、知事。答弁を改めてお願いしたいと思っています。自衛隊の問題に関しましても、離島という、本当に県民のこの、命と生命を守る、この離島地域で住んでいる方々に、不安を与えないためにも、自衛隊の配備に関しましては、知事は自ら地域の合意形成も推進しながら、地元の方に足を運んで、ご意見の意見交換もしていく、そういうことも答弁できないんですか、知事。一つその辺の答弁ができるなら明確に言ってくださいよ。離島の方々心配して見てますよ。離島選出の県会議員、与野党関係なしにいるんですよ。地元に帰ったらこういう話をしないといけないんですよ、県議会議員は。リーダーとして明確に言うべきだと思ってますけど、いかがですか。しっかりと答弁できるんだったらやってください。そして北部の基幹病院の件であります。部長は自らそういった形で答弁しておりますけど、もう苦しいと思っております。長としてリーダーとしてですね、北部のこの過疎地域、離島地域の命を守る、そのためには市町村の皆さん方の負担は絶対にさせません。させないでしっかりとやっていく、これ知事から明確に今言うべきだと思っております。どうぞ知事、北部の生命財産を守っていく、そのために私玉城デリーが知事としてしっかりと皆さん負担させないために守っていきますと。答弁できないんですか知事。どうぞこの3点の知事の答弁を求めたいと思っています。休憩します。
間もなくやりますから大議員は午前で終わりたいと思っています。本人もそのつもりだはずです。もうやがて答弁します。再開します。知事玉城デニー君。お答えいたします。那覇港湾施設の件ですが、県としましては那覇港湾施設の返還が実現されれば基地負担の軽減、跡地の有効利用による発展に寄与すると考えており、これまでの経緯を踏まえ浦添施設を認めることになると考えております。それから、自衛隊の配備についてですが、自衛隊の当初配備については我が国の安全保障や地域の振興、住民生活への影響をめぐってさまざまな意見があるものと承知しております。県としては住民合意もなく地域に分断を持ち込むような自衛隊強行配備は認められないものと考えており、地元の理解と協力が得られるよう政府において丁寧に説明を行うとともに住民生活の安全安心に十分配慮すべきであるというふうに考えております。それからもう一点、基幹病院のお尋ね質問ですが、基幹病院が持続的に医療提供体制を維持していくためには整備の際に借り入れ金を縮減することが重要なポイントであり、そのためにも市町村の応分の負担は必要であると考えてはおりますが、そのあり方については先ほど部長が答弁しましたとおり、今後とも市町村と協議をしていきたいというふうに考えております。またあります。島袋大君。何、知事、今さらなって何、地元負担は求めるんですか。選挙戦の時には北部の市町村には負担させないって言ってるじゃないか。こんなね、選挙戦はこういうことやりやがってね、終わった。あなたはもう公約違反だ。本気会でのもうすでに公約違反です。
こんなね、39万票というね、最大得票数を取っておいてですね、私は知事に北部の命、県民の命を守るためには、負担は今までさせないと、知事が言ったんですから、選挙戦で。負担させないって言うんだから、それを言ってくれって言ったら、負担させるように考えろ？冗談じゃないよ！県民の皆さん、これが玉城デニー知事の新たなスタートの、これが本心ですよ。選挙戦ではいいことペラペラバラバラペ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 ラ喋りやがって。自民党舐めてるんですか県民を。知事、この辺はね、しっかりね、本当に交代しても、これ選挙公約違反ですよ。県民の皆さん、こういうね、県民と約束したことをすでに交代するようなね、こういった新知事は我々はいかがなものかと思いますよ。これだけの優しくですね、質問して、今回からスタートするということでエールを送りながらやろうと思ったらですね、最後の最後でですね、選挙の自分の公約を破棄するようなことをするっておかしい話ですよ。そして、那覇軍港を維持する問題もそうですよ。なんやかんや引っ張っておいて、最後は那覇軍港は認めます？やっていく。共産党さんに怒られますね。こういうね、約束事も破るのかって多分ここ怒られると思いますよ。こういう知事であります。皆さん。私どもは、明確に、今回の選挙戦を通じて、今日代表質問でありますから、明日からいっぱい質問も行います。知事のこの発言、特に、北部の基幹病院の今の発言に関しましては、私たちは絶対許せませんよ。しっかりとその辺は、知事に対する我々は強い抗議も含めて、締めたいと思っております。チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは。チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか、川瀬恵子先生、三橋貴明先生、渡辺哲也先生、西村幸雄先生、他たくさんの言論人、また大学の教授人、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは、前半はタダでご覧いただけますが、後半はプレミアム会員、月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて、すべてご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様チャンネル登録をして会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。